に今日あのフューチャリングしてもらってて、一曲鳥取の代表のラッパーの OGK 兄さんに今日一緒についてきてもらったんで、次この曲を披露したいと思います。 OGK 兄さん、福山の皆さん、はじめまして。鳥取から来たラッパーの OGK と申します。男はいつでも男でも、オーデポッシー、オーデポッシー、もうラッパーでいうワッツァー、ラッパーヒップホップでいうワッツァーだと思ってます。なかなか大声が出せない時代ですけども、調子がいいやつは心でヘールイエー、心の中でヘールイエー。あの僕もまあまあハードコア、そしてスラッシュメタル育ちのラッパーです。ちなみに僕のお兄ちゃんもめちゃくちゃコテコテのスラッシュメタル野郎で、あのイランに昔旅行に行ったことがあって、テロリストに拉致されたことがあるんですよ。これ笑えないような嘘みたいな話ですけど、僕のお兄ちゃんテロリストに拉致されたことがあって、中東で、であの2週間後に解放されたんです。で多分殺される予定だったんですけども、なぜうちの兄貴が解放されたかというと、あのメタリカの T シャツを着てたからっていう。皆さんメッセージ、 T シャツの力マジ半端ないんで、あの皆さん好きなバンドの T シャツ着てください。多分兄貴あの時グリーンデーだったら死んでました。このメロコ野郎っつって、メロパの皆さんディスってませんよ。こってこてのやっぱ悪魔崇拝なんだあいつら。メタリカの T シャツ着てたから助かったって言ってました。イエーイ。じゃあこの今から歌う曲につながる伏線の話をちょっとするぜ。中学校の時皆さんいろいろな部活に入ってたと思います。そこのアブリル・ラビンニのお姉さん、中学校の時は何部に入ってましたか？バスケ部。いえ、俺もです。そこのビリアイリシニのお姉さん、中学校の時何部に入ってましたか？ハンドボール部です。ええ、ハンドボール部。ハンドボール部、いえ、リスペー。いえ、いろいろありますよ。野球部、テニス部、卓球部、そしてサッカー部。だけどな、俺ら中2からオルタナティブ。次の曲、45!